妻先生、はい、桜の季節ですね。そうですね、はい、花粉の季節で、4月から新しく入った先生やスタッフさんがいます。その先生たちには洗い難矯正治療どこから教えたらいいですか？よろしくお願いいたします。新人の方ってことだよね。はい、新人の方に教えるのはもう決まってて3つ。はい、1つはまず歴史なんですよ。学校でもまず日本の歴史だったり、あと世界の歴史って学ぶじゃない。あと工学、こういう今自動車工学があったり航空工学があるけど、もともとはこうだったっていう、そういう進化の過程、それを知らないとその先もわからないし、今のその最新の状態がどうなのっていうのもわからないから、まず歴史を学ぶのっていうのはすごく基本中の基本だね。まず洗い流し矯正治療を学ぶっていうのがね、スタッフさんも先生もそうなんだけど、まず患者さんにそれをお話ししてほしい。例えばもしインプラントというものをされてる病院で、新しい新人君の先生とか新人君のスタッフさんに、インプラントっていうのが突然できたわけじゃなくて、もともとは入れ歯だったりとかね、義歯っていうものがあって、その義歯というものは歯のないところにお肉の上にこう乗っかるわけじゃない。でその上に歯があって、でもそれだけだと落ちちゃうから、必ずどこかにこうクラスプというバネみたいなものが引っかかるんですよ。でその引っかかっている歯に負担がかかって、その歯がダメージを受けていつか抜けちゃう。だから入れ歯を作ると簡単にできるんだけど、その代わり両サイドの歯もしくは支えている歯がダメになってきてしまうので、入れ歯だけだとダメだねっていうふうになって、じゃあどうするのっていうと、両サイドの歯を削ってブリッジになってくる。両サイドの歯を削ってブリッジっていうのは入れ歯と比べるとすごく快適でいいんだけど、でも歯を削んなきゃいけない、つまり歯をダメージを与えなきゃいけない。さらに、まあ、だいぶ耐久年数長くなってくるんだけど、両サイドの歯がダメになると今度2本なくなっちゃうわけ。そうすると今度もっと遠いところの歯を削って長いブリッジをかけなきゃいけないわけね。まあ、それをずっと今までやってて、それでもしそれが最終形態だったら別に OK なんだけど、やっぱり歯台歯がダメになっちゃうので、何かできないかなってことでインプラントが生まれるわけね。まあ、インプラントっていうのは突然ポーンじゃないわけ。なのでインプラント怖いですよねって患者さんに対しては、インプラントが出る前の入れ歯だったりブリッジというものしかなかった時に、他の歯がもっともっとダメになってきちゃうと。なのでインプラントが生まれたので、インプラントできてよかったですねって歴史が分かれば言えれるわけよ。だけどそれが分からないと、手術大変ですよねとか、ちょっと値段が高いですよねとか、そういう競争の部分しか分からないで、歴史が分かると、これを解決したものがこれ でこれを解決したものがこれで、これを解決してこれが生まれてここに生まれたんだっていうのが分かるわけ。まず今の時代の今の最新のものが何で生まれたのかっていうのを知らないと感謝もしないし、それに対して、あとその進化がずっと起きてきた多くの患者さんだったり、多くの先生だったり、多くの研究者が調べて今があるわけだから、なんかその価値が下がっちゃうわけよ。普通にお店に行って、これはいどうぞこのお寿司食べてくださいじゃなくて、このお寿司なかなか希少で食べれないんですよ、これはっていうふうになると、おおってなるじゃない。だからまずね、やっぱりその歴史を知るっていうのはすごく重要で、マウスピース、アライナーの矯正治療も、なんでアライナーが生まれたのかとか、アライナー矯正が生まれて今どれぐらい経ってるのとかね、日本でアライナーが始まったのこうなのよとか、アライナーの論文ってこんなにあるんだよとか、あとマルチブラケット、リンガル、そしてアライナーなんでこうなのとか、あとアライナーもインビザラインだったり会社に出すものと、あとインハウスのものがあったり形状記憶があったりとかね、なんで違うのとかっていうのを、まず先生が新人君に教えてあげるのが一番重要。そうしないと、アライナー矯正治療って何が患者さんにとってメリットがあるのとか全然わかんなくて、ただ透明で、ただこう交換するだけのものを渡してる人なんていうふうに思っちゃったりするわけ。ちょっと名前は言えないんだけど、昔インビザラインの僕の担当の人が、いや私はただマウスピースを渡しているものなのでっておっしゃってた時があって、うん、それ僕よく言うじゃない、すごく残念だったみたいな、はい、僕からするとすごくあの劇的にね、この矯正業界を変えてくれる企業さんがインビザラインさんだと思ってたんだけど、まあ、そういう多分教育ができてないから、ただマウスピースをデリバリーしてるものなんでっていうふうにおっしゃってたと思うわけ。なのでそれってその歴史だったり、なんでそのインビザラインという会社が生まれたのかとかね、世界ではどういうことやってるんだとか、そういうことを社員さんにお話ししていないから、そういう残念な思考になっちゃったんだろうなと思うわけ。
つまり新人ドクターとか新人スタッフさんはやっぱりその病院でね、このアライナー矯正治療の歴史だったり背景だったり、なんでこうなったのかって教えてあげないと価値が分かんない。なのでそれはまず新人君には絶対教えてあげなきゃいけない。あとその次に教えてあげなきゃいけないのは患者さんの声だよね。自分の声じゃなくて患者さんの声を伝えてあげなきゃいけない、新人君に。基本ね、その新人ドクターとか新人のスタッフさんって健康でしょ。だからその歯の重要性分かってないんですよ。だから歯の重要性が分かってない新人ドクター、新人スタッフさんがこんななんか高いマウスピースの矯正とかする意味あるのなんていうふうに自分の物差しで測っちゃうわけ。だけど患者さんが本当に歯で悩んでたりとか、本当に歯でコンプレックスを抱えて何とかしたいな、ようやく先生のクリニックにたどり着いてるはずなんですよ。その人にまだ新人くんの、まだその新人ドクターのその浅はかな知識だったり浅はかな知見でそんな価値ありますかみたいな、高いですよねみたいなことをお話ししちゃうとすると、一気に患者さんからするとうわ価値ないじゃんと、価値が分かってない人が働いてるなと。分かりやすく言うとね、すごい有名なケーキ屋さんがあるとします。そのケーキ屋さんのケーキを本当に食べたいおばあちゃんがいて、昔からもう老舗で東京のあのケーキ食べたいんだと。でも体が悪くなっちゃったからあのケーキ食べに今行けないと。でもその娘さんとかお孫さんがおばあちゃんの代わりにケーキ買いに行ったけどねって言って来るとするじゃないですか。だから店頭で並んでるそのバイトの女の子がなんかこれそんなに美味しいんですかとか高いですよねなんて言っちゃったら、例えば飛行機でとか新幹線でわざわざおばあちゃんのために買いに来た人ががっかりするんだよね。こんな人が売ってる店の食べ物なのって。だけどわざわざお越しいただいて本当に良かったです、もうぜひお楽しみくださいっていうことを言ってくださるスタッフさんがね、渡してくれたりしたらそれは来て良かったなと思うはずなんだ。よく老舗って絶対どういう感じでこのお店が始まって遠隔をバーッと書くよね、あれって歴史なわけよ。あと価値なんだよね。その価値とか歴史っていうのを知らない人がそこにいても価値をただ下げるだけだから、だから我々のスタッフさんとか我々の先生をものすごい高いけど海外の学会にお連れするのって価値を知ってほしいから、ただここにポローンってあるわけじゃなくて誰かが必ず持ってきてくれていろんなその努力があってようやくここにあるんだよっていうのを知ってほしいから、アメリカの学会に行ったりするのっていうのは値段だけ見るとすごい高くて、値段だけ見るとなんか意味あるのなと思ったりするけど、ものすごい価値あるよと僕は思ってるよね。なのでそれってその新人くんに教えてあげないと新人くんわかんないから、意味ありますかなんですね。なのでとにかくその新人くんに教えてあげなきゃいけないのは歴史と、あと患者さんの声、でそれが分かった上で、あとは今度は先生がすごく大変だったこと、先生が嬉しかったことっていうのを新人君に教えてあげる。知識っていうのは、まあ後で学ぶこともできるけど、そこで働いている先輩とかが、初めはまずそのね矯正装置の歴史でしょ、でその次はそこの患者さんの声でしょ。患者さんファーストだからね、患者さんが嬉しくないことやってもしょうがないわけだから、患者さんが、なんでそこに来てくれてるのかとか、患者さんがこんなに喜んでくれてるんだっていうのを教えなきゃいけないし、最後はそこの先輩だったり、ね、ドクターだったりスタッフさんの先輩が、私今まで大変だったけどこういうふうに頑張って乗り越えてきたよとか、こういうふうにして今うまくいったよとか、そういうのを教えてあげる、それが大事じゃないですか。マナーとかね、そういうその社会人としてのルールっていうのはそれはもう当たり前として、そんなことはそれ以外のことで言うとそういうことなんじゃないかなと。患者さんのこと、歴史、あと自分と考えてます。ありがとうございました。ぜひ参考にしてみてください。お願いします。今日の内容が面白いと思った方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとこちらの概要欄の方にオンラインサロンのリンクが貼ってあります。オンラインサロンは耳づらいマウスピース矯正、形状記憶のアライナーの最新の情報などを学びたい方がお集まりいただいているスタディグループのリンクです。もし興味ある方はぜひチェックしてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。またねー。